はい、ということでね、だいぶあっちの方からぐるっとね今来たんですけど、映るかな、やばくない、ここ画質悪、手ぶれすご。これさ、魚がいるんだよ。魚が、何の魚なんだろうねこれね。めっちゃでっかい魚がいるわ。すごいなあ。あ、でもこれでも映るか。でなんかね、ここね、そう、あのいつもさ、俺配信とかでさ、夜中さ、ブラッとドライブとかに来ることがあるんですよね。まあ、誰もいないからさ、めっちゃいい場所だなと思って。基本ネクラで陰キャなんでね、まあ人が多いとこ苦手なんですよ、うん。でこう電波めちゃくちゃ悪くてさ、その配信してても大体ここの映像って映んないんですよね。だから初公開じゃないですか地元民からしたら、お前なんでそんなとこ行ってるんって多分なると思うけど、もっといいスポットあるやろうってなるんやろうけど。あ、ここに鳥がいるな。鳥映るか。うわー、ちっちゃい、めっちゃ小さいわ。この点みたいなやつが鳥ですね。という感じでね、まあ気分転換に大自然の中に来たっていう感じですかね。もっといいとこあるでしょうって。でさっきのこの橋ですね。でここね、場所がね、川口貯水池っていうとこなんですけど、なんかね、心霊スポットだっていう人もいるわけですよ。本当かなと思って。あのなんか水辺ってなんかそういうの集まりやすいって言うけどね。さあ、足場組んでやってたとか言ってたし、綺麗になったって、多分向こう半分だけなんだろうね。向こう半分だけですね、多分。ここだってまだ古いもんな。風強っ、やば。ほとんど声入ってないかもしれない。じゃあちょっと後ろの方まで行ってお見せしましょう。風強い、マジでごめん、マジでごめん、映像を映してもらう。マジで風やば、雲の巣やば。なんか出れそうなんだけどな。めっちゃ綺麗じゃない？なんかスタジオジブリとかに出てきそうな感じだよね。スタジオジブリってなんだ？ジブリか、ジブリ。そう、隣のトドロです。だいぶなんか水がなくなっちゃってる気がするんだよな。なんか前来た時はもっと水がたくさんあって気がするんだけどね。あっことかさ、なんか枯れちゃってない？ここから綺麗ですね。ここから綺麗ですよ。ここから塗られてますね。こういう橋を塗る仕事とかもさ、すげえ大変だよな。あ、全部つながってんだ。ちょ、新しい発見だわ。全部つながってるわ。なんか浮きが浮いてんな。そう、これ流木みたいなのがある。流木みたいなの。でもやっぱさ、バーベキューの残骸とか落ちてんだよね。それ見るとちょっと悲しくなっちゃうな。はい、という感じですね。これが僕がいつも来てた場所ですね。マイナスイオンを浴びながら帰りたいと思いますマイナスイオンとかあるんかな。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。